皆さんこんにちは。こちらは長崎本線肥前鹿島駅、佐賀県の駅です。今日は西九州新幹線開業に伴ってできた新しい特急かささぎに乗ってみたいと思います。こちらが肥前鹿島駅の時刻表です。かささぎは1日7往復しています。僕が乗るのはかささぎ110号14時50分発です。ありがとうカモメ、ようこそかささぎというポスターが貼ってあります。肥前鹿島駅の改札口、こんな感じで非常にレトロな感じです。待合室中に入ると、もはやですね、絶滅しかかっているこのキオスクとですね、観光物産センターがありました。ダイヤ改正初日はイベントをやっていて盛り上がっていたようですが、僕は2日目に来てですね、閑散としていました。こちらが僕が乗るかささぎ110号博多行き885系の6両編成です。前1号車、搬出がグリーン車、1号車の残りと2号車が指定席、後ろ3号車から6号車までが自由席という形になっています。カモメのエンブレムもまだ普通に残っています。普通新幹線ができると在来線の特急電車廃止になりますが、このかささぎは新しくできています。できたのには理由があって、西九州新幹線を作るときに佐賀県鹿島市が猛反対をしてですね、それを説得するために2004年平成16年に JR 九州が譲歩案というのを出します。ここで肥前山口、今の江北駅から肥前鹿島まで1日特急10本を走らせる、加えてイベント列車も乗り入れますというですね、譲歩案を出しています。それに基づいてできた特急がこのかささぎになります。ちなみにその時に言われていたイベント列車が今回走り始めた2つ星になります。譲歩案が出てきた時から、本当に肥前鹿島から肥前山口まで特急が残るのかと非常に疑問に思っていたのですが、あえて改正2日後に乗りに来ることにしました。車内はこんな感じで、昔のカモメからですね、改装されています。座席が革張りから布張りに変わっています。何せ肥前鹿島駅の乗客は1日1000人ぐらいですし、そもそも鹿島市自体が2万7000人という人口なので、これで特急をですね、1日今回14本ですけれども走らせるというのはちょっと過剰じゃないかなというふうに思っていました。そして列車は肥前鹿島駅を出発です。僕は4号車自由席に座っていました。この車両定員60人ですが、乗ってきたお客さんは8人ということで、だいたい1割程度です。編成の真ん中で一番のお客さん乗ってるはずですが、それでも8人というのはちょっと少ないなと思いました。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急かささぎ110号博多行きです。止まります駅は東北、佐賀、新鳥栖、鳥栖、塚市、博多です。グリーン席は1号車の後ろより、指定席は1号車の前寄りと2号車、自由席は3号車から6号車です。他の車両も見に行こうと思ったんですが、車内改札をしますというアナウンスがかかっていたので、おとなしくですね、車掌さんが来るまで座っていたら江北駅が近づいてきてしまって、他の車両は見に行けませんでした。座席の後ろにカモメ、それから窓枠にもカモメと書いてあります。リレーカモメにも使われますが、それ以外の車両でも使いますので、このカモメってどうなんだろうというふうに思って見ていました。乗っているのが土曜日のお昼14時50分発の電車ですので、やはり乗客は少ないんだろうというふうに思いますが、ただですね、あえてこの6両編成の特急を走らせるほどお客さんが多いかと言われるとですね、ちょっとこれは過剰ではないかというようにやはり思います。平日の朝晩だとですね、もうちょっと人がいるんじゃないかなという推測はしてるんですが、どうなんでしょうか。全くの僕の私見ですけれども、この特急、佐賀県鹿島市のごね毒でできた特急という感想をどうしても持ってしまいます。目の前、架線柱が立っているところが佐世保線の線路になります。もともと長崎本線、肥前山口、江北駅から廃棄に向かって走っていたのを、後付けで肥前鹿島経由の海回り、そちらを作って諫早までの距離を短縮したということがあります。ですので、この江北駅に入ってくるときには佐世保線の方が直進をしていて、長崎本線の方が曲がって進入するという線路形態になっています。
列車は江北駅に入ってきました。江北駅ではリレーカモメ、緑、ハウステンモスという他の特急がすごくいっぱい走ってきますので、あえてカササギ号に乗る必要はないという状況になっています。ということで江北駅からこの4号車に乗ってきたのは5人ということです。 JR 九州、コロナ禍で乗客が減って赤字に陥ったというのを理由として、列車の削減ですとか快速列車の普通の格下げというのを結構やっています。あとは駅の無人化なんかもやっていてですね、全体的に省力化、人手減らしがすごく目立っていますけれども、この肥前鹿島駅の特急1日あたり7往復14本、しかも6両編成とか8両編成というのがいっぱい走っているのを見ると、なんか妙なですね、肥前鹿島駅優遇でちょっと他との均衡が取れていないんじゃないかというように僕には思えました。こちら新都市駅に入ってきていますが、結局佐賀駅で乗ってきたのが13人ということで、この新都市に着いた時に乗客数は26人ということになりました。正直僕には特急笠崎号がこのまま走り続けるとはあんまり思えないです。もともとの約束が1日あたり10本5往復ですので、それより2往復分多く作っていますので、多分その2往復分はすぐになくなるんだろうと。特に僕が乗っているこの昼の便は、まあ、あんまり長続きはしないんじゃないかなというふうに思います。あと鹿島市がこの博多駅まで直通を残してほしいというのであれば、例えば江北から肥前鹿島までは普通列車化するとかですね、JR 九州ここ20年ぐらい在来線特急作っていませんので、新しく作るときに2両とか3両で走れる特急を作るとか、そういうことをして単編成化をしないとなかなか生き残れないかなというように思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。